はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒館はファミリータイ。前回ね、なんか塔を登ってったんだけど、ダメージ受けてたんだけど、なんとなくあれね、ダメージ、あれ登ってないみたいね。なのでちょっともう一回回ち、多分今回のパスワードは村に入ってからのことがいろいろありそうなんですが、ドラゴンボール、大魔王復活、4回目やっていこうと思います。だからあれは多分探索していろいろ聞き込みをするともらアイテムもらえるんです。リセット。ということで、ちょっといまいちこのプレイ環境がまとまら、まあ、収まりが悪いな。ということで、前回のパスワード。あれ、オでいいんだよな。さあ、五。せぐどへばりということで、またいるんだろあいつらが。 あ間違えた。 あそうか、一回出なきゃいけないのか。いずれにしてもあれゼロ、体力ゼロになってるよね。体力ゼロになってるよ。どういうこと？体力ゼロになってるよ。どういうこと？このパスワードね。ちょっと待って、このパスワードのゼロって何？このゼロって体力ゼロ。ちょっとやばいな、これ。体力ゼロやばいって。やばいって。体力ゼロやばいってさ。ちょっと。これ死ぬじゃん。あぶねえ、体力、ほんと体力ゼロって何なんだよ、これ。体力ゼロって、やばいって。どうしよう。これやばいよな。いや、頼む、回復してくれ。回復してくれ。回復してくれない。マジか、これちょっと待て。どうしたらいいんだ、これ。いやー、これここで、シェンロン、いやー、ピッコロか、敵だよ。これどうすりゃいいんだ？いやー、参ったな。負け。よし、避けた。レベル的に負けはしないみたいな。危ねーな、これなんか1で食らったら終わりだからね。いやー、勘弁してよー。よし。いやー、なんだこのスリルあるな。スリルいらないんだよ。マジでスリルいらないんだ。あぶねえ。いらねえんだよ、そんなスリルは。いやー、倒してくれよ。うわ、逃げやがった。頼むよ。
頼むよ。あ、11のあっちは使った方が良かったな。1に対しては1です。3に対しては3です。それには勝てません。勝てねえんだよ。いやー、回復してくれよ体力。地獄だ地獄だ。いやー、マジか。いや、マジか。いやー、回復してくれよ。よし。いやー、弱いよ弱い。もっとガツンとしたやつを。いやー、頼む。あー、負けてんじゃん。危ねえ。危ねえ。でもゼロで死なないんだね。ゼロで死なないんだね。こういう時のゼロは面白いな。いや、頼むよ本当に。敵倒してたまに回復するやん。頼むよ。いやー、シェンロン出てくれ。シェンロン頼む。シェンロン出てくれ。いやー、違うんだよそれじゃね。全特会とか余計なことしやがって。マジかこれ。おし、違うか。お前にやってほしいのはそれじゃないんだ。いらないカード、いらないカードはなかった。はい。違うんだよ。体力回復してくれよ。え、マジかよ。マジかよ。地獄だな。真面目に地獄だな、これ。危ねえ。よし。よーし。いやいや、ほんと回復してくれよ。10でも回復するだけでだいぶ安心感あるんだからさ。勘弁してくれ。頼む、回復、回復。いやいや、レベル上がったけど回復はしない。地獄だな。マジかよ。マジで。何なんだよ。ちょっと回復してくれよ。あー、やられた。あれ、勝った、関係ないのか。勝ったのか、よかった。あぶね。よっしゃ、回復してくれ。いやー、あぶねー。これでいける。いや、もうこれはこのまま頑張るしかないよ、もう。いやいや、マジですか。どっちだ。東、違う、移動、西、こいつら役立たないんだ。来た。よし、よしよしよし。いや、強くなったからちょっとレベル差でこっちがダメージ食らわない可能性が出てきたな、なんとなく。でも向こうも避けてんな。当たんねえ。あ、やられる、やばい。あ、避けてる避けてる。どうやらこっちの攻撃は当たらないっぽいな。2しか与えられないの。
ふぅ。マジか。マジか。何なんだろうな、この白熱具合がよくわかんないな。前回結構余裕で倒してたのに、今回は全然攻撃が当たらない。あ、1にすればよかった。いやー、いやそうか、レベル3あると、差があるとこうダメージ食らわないのかもしれない。でもこっちの攻撃が当たらないんだよ、なぜか。なぜ。よし、やっとだよ。よし、やっとだよ。やっと当たり始めた。よし、これで勝ったか。あれ、まだかよ。当たってんじゃん。1、あぶねえ。よし、勝った勝った。よし、あれ？ちょっと待って、あいつらどこ行ったの？え？あれ？あ、そういうことか。一回行くのかな？いたー。よっしゃ、これだ。なんだよ、いけんじゃん。よし、よーし。え、そんだけ。もう何もくれないか。よし、これで。よしよし。あれ、もういないのか。あれ、違う、西か。で、で、え、何？移動北でしょ。移動北いけないの。移動南、移動東。調べる、調べる、話す。え、あと何やる。ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと待って、何がある。あと移動カリンの塔、調べる、移動登る、調べる、移動登る、調べる、移動登る、調べる。なるほど、何なんだこれは。マジか。あ、ちょっと待って、今何枚なの。何枚って何個なの。あと2個か。何なんだよ。
まあ、確かにこれ言ってくれなきゃ気がつかないけどさ、よし、ペンギン村？ちょっと待って、ペンギン村どっち？これもしかして向こうに、ペンギン村こっちかな。よし、よし、しばらくはもう普通に進もう。やべえ、あ、でもレベル低いから大丈夫かもしれない。ダメージ食らわないのかもしれない。はあ、1枚、あー負けてるし、逃げた。数字でかいな、こいつ。さっきから。よーし、カメハメハ。いけーい。よし。ペンギン村です。調べる。小枝調べる。ちょっと待って、なんか嫌な予感がするから一回パスワード取っとこう。よし、うんこ作られてゲームオーバーとかシャレならなからな。なるほど、南だけか。なるほど、道がないのね、ないのね。あ、あられも行く。いやいやいや、どこに行くの？北行ってみる？行けないのか。じゃあ一回南に戻って、南戻って移動、南にで移動、あ、間違えた、移動、東、アラレちゃんのガッチャンが遊んでいるよ。あ、そう。いいえ、調べる、調べる、扉、扉。これなんだ。ちょっと待って、西、移動、西ないのか、移動、南、ちょっと待って、移動、東ない、移動、西、もう行ける場所ないじゃん。カメハメハしかないじゃん。カメハメハやんのか。マジで？ちょっとどうしよう。おお。と、人参かというラスタディアラルテ、村人を人参に変えてるんだ。
魔族の食料にするとか。なるほど、出る移動、西、移動、間違えた、移動、西の移動、北、移動、北、移動、北、いけないのか。南、調べる。どこ行きゃいいんだ、これ。なんもないよな。行けたっけ、こんなとこ今まで。そういうことですか。勘弁してください。人参にした人はみんな元に戻します。 ありがとう。右はない。スッパマン、なるほどね。ヤスの他にも一人宇宙人がいると。なるほど。左、移動、右、移動、右。もう外出るしかないのかな。解決してるのだが、ということはもう行ける場所が限られてるから、間違えた。お、このボールは俺が拾ったんだから俺のもんだ。ドラゴンボール渡せ。戦っていいのかな。大丈夫でしょ、これなら。よしよし、いい余裕ですね。あれ、いつに余裕がなくなったかよく分かってないんだけど。違うな、西か。あれ違う、移動、東か。ありがとう。使う如意棒。レベルなんだろう。レベル7か。大したことないだろう、多分。よし、当たった。うわぁ、いや、このままで。やば。お、避けた避けた。
さて、でもあられちゃんガッチャに合わなかったら多分人参にされるゲームオーバーがあったんだろうな、あの辺に。うん、なかなかアドベンチャーパートみたいなところは侮れないね、このゲームは。1かよ、1かよ。よーし、おー、で、どんどん経験値入るな。よ、な、何個揃った。いやー、いいね、いいね、いいね、揃い具合がいいね。でもちょっとカード良すぎてなんかやばいぞこれ。オバマが出ないことを祈る。よし、今日結構まだ時間あるもんね。まだ時間あるからだいぶ進むんじゃないかな。てか進んでいいのかよくわかんないけど。マジかよ。うわ、修行の話なのかあれは。よし、よっしゃー。いいのかな、このまま行っちゃって。狩りの塔、南の果てに秘境コンペイというところがあってな、そこに魔族を倒すための3つの宝があるんじゃ。そこに入るには鍵となるのがドラゴンボールじゃ。入り口にある聖なる台にボールを置いてに、お主の如意棒を使えばシェンロンが秘境コンペイへ案内してくれるじゃろう。ちょっともう一回、南と秘境コンペイっていうのがあるね、とりあえずね。ちょっと一回、マップのどこだ？どれだ？あの一番左下かな？ん？どこだ？南って言ったけど、とりあえず、いや、もしかしたら、ちょっと一回、でもなんか回数的にはもうドラゴンボール取ったから多分半分以上いってるような気がするな。カメハウス、いやいや向かったって言われても向かうの俺なんだよみたいなまあまあまあいいや、目的地を与えられたことはいいこと。ああ、いや、ここは、できるだけバトルして戦って経験値を、てかレベル上げたいね。レベル何、どこまで上がっても損はないからさ。よし。それいらね。いやー、マジかよ、よかったのに。いやー、すごいよかったのに。よし。よしよし、レベル差。
圧倒的レベル差があるらしい。よーし、強えな、早くレベル上がってよ。マジかよ。え、マジか。よし、やばいな、ハウスに戻って、まあ、でもまだ時間は全然あるね。大丈夫。レベル上がんないか。まだレベル上がんないか。無理。よし、思わぬところで大ダメージ。よし、レベル上がんねえな。あれ全然ダメだ。全然当たんねえけど。
全然当たらねえけど、全然ダメだ。ダメージ食らわないけど全然ダメだ。マジで？ここだよ、ここ。よし、おお、わあ、3か。まあいいや、2でいいや。よし、どうしよう。もったいないけどいいや。南の海に浮かぶカメハウスです。カメハウスの中です。押し入れとバスがあります。いやいや、いきなりそう言われてもさ、調べたらなんかあんのかよ。話す関係ない人はもう点々点、もう黙り込む。秘境ポンペイをか、わしも昔カリン様に聞いたことがあるわ。よし、悟空気をつけていくんじゃぞ。悟空は打倒ピッコロのために秘境ポンペイ向かうのだった。いやいや、向かってよ。いや、向かってよ、もう。ちょっと待って。あれだね、一番左下にマップがつながったから、あそこに行けばいいのね。違う。違う。よし。マジかよ。結構良かったのにな。あの目的地着いたらパスワード取りましょう。時間的に多分全然たどり着くかちょっと怪しくなってくるけどね。戦闘だらけだとね。よし、多分この辺レベルは敵弱いから。でもさ、最後の左端のルートはそこそこ強い敵出てきそうだよね。いやー、おお、修行ですか。よし。ふう。よし。よしよしよし。よーし。よし。いや、どう引いてもやつが出る確率高いな。よし。
違っちゃった。いや、そうじゃないんで、能力見たかったんじゃないんだよ。マップを見たかったんだよ。下降りればいいのね。よし。いや、回復しなくてよかったのにな。こっからが強い敵になるかどうかだな。外れか。いやー、いらねえよそれ。その交換いらねえ。よし。おー、レベルアップ。ここからだよね、敵が強いかどうか。いや、交換前の方が良かった気がする。このタイミングでそれ。よし、まだまだ時間はあるよね。あ、いいねいいね。問題はそこに降りたとこでどうなるかだよな。僕はマウゾックを倒すための3つの宝を求めてやってきました。険しい山道です。ちょっと一回ここパスワード、何が起こるかわからない。そうか、今回説明してないけど、今何をやってるかっていうと、あのパスワードをあのスマホで撮影しました。ということなんで、あの途中でね終わっちゃうとメモするよりやっぱ写真撮っといた方が楽だから、写真を撮りました。よし、あと15分ぐらいあるもんね。
いいね、いいんだけど、あ、今日進むだけ進めたいな、できれば。調べる。ビリヤードですか。おお。おお。で、シェンロンだ。シェンロン、秘境コンペ導いてやろう。おお、導かれた。やばい、なんかエルシャダイこんなステージなかったっけ、こう登ってくやつ。え、調べると出てくる。調べると出てくる、こいつら。もしかして。おー、カメハメハ。超カメハメハ。ん？ちょっと待って、調べられないのか。違う、ちょっと待って。
降りるでしょ。で、調べるかは何もなくて、進むこともできないのか。なんだっけこれ。戻ってきたのに。こっからやばいな。あと9分ぐらい。いやちょっと待って、戻る。ちょっと待って、調べる。じゃあ、参ったね。いやどうしていいんだ、これ全然わかんないぞ、これ。これ何も、あれさっきなかったよね、この選択肢。でも何も出ない。何すりゃいいんだこれ。それ降りるでしょ。もう戻れないのか、これ以上。Thank you.
わかんねえ。わかんねえからパスワードを1時間のとこでパスワード取ってやめよう。でも弱いなこいつら。木にバナナがなっています。これか。僕はバナナを取りました。これはなんだ。ちょっと待って、バナナじゃないんだ、バナナじゃないんだ。どうすればいいんだ。試合する。まあいいけど。よし、これラストかな。うわ、負けた。え ?32? やばいぞこれ。強い。よし。4しかないの、ダメージ。マジか。いけー。よし、これでもう一撃強いのが決まれば。よーし、ドン。よーし、おお、お前強いな。聖なるハンマーやる。取る。ちょっと待って。これはどうすればいいの。皮取るの。いるのかな。あ、お皿も手に入るんだ。全然わかんない。カッパか。違うか。あ、そういうことか。これちょっと待って、なんか怪しいぞ。これ怪しいぞ。ちょっと待って、これはパスワード取っといた方がいいかもしんない。ちょっと待って、パスワード取っとこう。ちょっとなんか嫌な予感がする。今日ここでやめとこう。今日ここでやめときます。あ、でもこれパスワード取っでもあんま関係ないか。まあでもいいや、今日はここでやめときます。とりあえず多分また外からやり直しの気がするんだけど、あ、いいか。まあこれでこれでゲームオーバーになったらここからやり直していいだけだからいいか。ちょっと進めよう。川の中よし。
ほう。ん？登るか。ちょっと待って、ここでちょっと進んだ方がいいな。ここでやめない方がいいな。やめるとなんかまたやり直しになりそうだもんね。あれ？よし、このまま行きましょう。ちょっともう少し。わお。よし。ちょっともう少し頑張ろう。いやー、なかなか渋い戦いだな。いやー結構食らうんじゃないか。あ、避けた。よかったねレベル4差あるからかな。よし、超カメハメハ。よし、勝った。あと、もう一個必要なんだよ、何か。お前つね、聖なるリングをやる。感謝しろよ。よし。どういうこと？あれ、どうすりゃいいのこれ。移動を、裂け目、移動、違うな。移動、裂け目、移動、降りる、移動、進む。落ちたら死ぬのかな。ここちょっと覚えてないんだよな。調べるじゃない、移動。これ進むにしたら死ぬのかな。ちょっとそこが嫌なんだよな。ちょっと一回パスワードを出しといて、もしかしたらこれを使うかもしれないよってことにしといて。の上でちょっとこれ進むをやってみよう。あー、ゲームオーバーだ。ということで、パスワードで次回やり直します。はい。ということで、余計なことしたなー。まあいいや。はい。次回は、もしかしたら結構やり直しになるかもしれません。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよというアイデアがある方は、ぜひコメントください。また動画の拡散、SNS で動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。